武田田介介君日本共産党の武田亮介ですあの私からも冒頭、今回の東に、失礼しました、西日本を中心にしました豪雨災害で亡くなられた皆さんに心からお悔やみを申し上げたいというふうに思いますし、被災されたすべての皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。あのまた政府に おいては、今回の災害対応を最優先に取り組んでいくべきだというふうに思いますし、あの総理はじめ防災担当大臣、国交大臣や加藤大臣も含め、関係大臣には災害対応に全力で取り組んでいただきたいということをお願いをしていきたいというふうに思います。法案に関わって質問させていただきたいと思います。あの前回の続きになりますけれども、加熱式たばこについて、もう少し伺っておきたいというふうに思います。 あの前回の質問で、加熱式タバコでも健康被害が懸念されるということを、私は指摘をさせていただきました。で政府は、えー、加熱式タバコの健康への影響はまだまだ研究の途上であって、す、え、べ、ー、てがこう分かっている段階ではないと、まあ、だから、えー、飲食なども可能な加熱式タバコの専用喫煙室で喫煙できると、まあ、こういう法案になっているんだという答弁でありました。 しかし、これ、アメリカでは、米国の食品医薬品局、FDA というふうに言われると思いますけれども、ここの諮問委員会が加熱式たばこの申請承認に対する判断を見送っているというふうに伺っておりますけれども、これはどういう理由から、見送っているんでしょうか。福田局長 お答えいたします。えー、フィリップ・モーリス社が加熱式タバコ、まあ、アイコスを、まあ、リスク低減タバコ製品のカテゴリーで、あの米国 FDA への申請をしていること、えー、そして、えー、現時点では、いまだ FDA から承認されていないことにつきましては、えー、承知をしているところでございます。まあ、しかしながら、FDA の審査の基準や、またその見通し等につきましては、えー、承知をしてはございません。 武田亮介君承知していないということでありましたけれども、あのこれ、たばこメーカーが主張するような、そのえー、有害物質そのものがいくらかその、えー、負荷が減るということを言うわけですけれども、たばこ使用による、えー、死亡障害、えー、それを明らかに大幅に減らすということを明確に合理的に説明できないと。 いうことがあるからこそ、これ、見送ってるんじゃないかというふうに思うわけですね。で、この加熱式たばこですけれども、日本ではたばこ事業法によって、たばこ刃を使っているものを製造たばことして販売許可するという形になっているわけですから、こういったアメリカのようなあ十分な検討をしないまま、すでに日本では売られているということになっているわけですね。 でもう一点あのお伺いしておきたいと思いますけれども、日本ではニコチン入りの電子タバコというものはこれ販売認められていないというふうに思いますけれども、これはどういう理由なのかご説明をお願いします。福田局長、えお答えいたします。あのいわゆるニコチン入りの電子タバコとしてまああの切り替わしてですね、吸入する目的で用いられるまあニコチン入りのまあ液体につきましては、まあそのニコチンが薬理効果の期待できない程度の量でもっぱら まあ着色とか、それからまあ匂いをつけるといったような目的で使用されること等が認められない限り、これはあの医薬品医療機器法上のまあ医薬品となるということでございます。えー、そのため、ニコチン入りの電子タバコ用のまあ液体の製造・販売にあたりましては、医薬品に該当する場合はあらかじめ、医薬品の製造・販売の承認を受ける必要がございますが、現時点におきまして、同法に基づく承認を受けた製品はなく、 国内で合法的にに販売されていいいいいるととうそういうううそ製品はなふますまた、国内でこういった販売がされていない理由につきましては、こうした規制も踏まえました、企業のまあ販売戦略上の理由なども考えられるため、一概にお答えすることは困難であるというふうに考えております竹田亮介君。まあ端的に言うと、薬事法で、えー、判断しなければいけないんだけれども、ニコチンだとか、 かニコチンはもうそのものですねあの、害があるということだから、これ認められないというふうになるわけですよね、そういうことでよろしいですよね、端的に言えば。福田局長あの結果については、これはあの薬事法の審査の中で行われますので、あのまあ、その製品がどのような形で、えー、その審査を受けるかという、そういうものを踏まえての形になるということで、えー、考えております。 武田介君あのこれ、えー、要は加熱式たばこっていうふうになると、たばこ歯使ってるから、そこにニコチン含まれていても、たばこ事業法で販売ができて、喫煙することができる、で電子たばこ、ニコチン入りの電子たばこっていうのは、これは、えー、薬事法で、えー、見る関係があって、今、自由にこう販売してるわけではないと、まあ、いうことになってるわけですね、どちらにしてもニコチンっていうことはあるわけだけれども、そういった違いが生まれているという状況だということなんです。 でこれそもそもたばこ事業法でたばこ販売が許可されるわけですけど販売を許可するにあたって、その今回で言えば、加熱式たばこということもありますけれども、そうしたたばこの危険性の検討だとか、チェックっていうものは、これ、行われてるもんなんでしょうか、財務省いかかですか財務大臣官房古谷審議官あ、お答え申し上げます、あの先ほどからの先生があのお話あります通とおり、 タバコ事業法上は製造タバコというものを見てあの規定しておりまして あのお話にありましたとおり、はタバコを原料の全部または一部とし、喫煙用、紙用、または鍵用に供集する状態に製造されたものと定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続きを経ることなく販売することが法律上認められております、あの加熱式タバコにつきましても、タバコ事業法に <laughs> 定義を満たしておりまして、あの安全性の確認などをすることなく販売することが法律上可能となっております。 私自身は改めてこれを確認して驚きましたし、えー、強調しておかなければいけないなというふうに思うんですね、事前の安全の確認をしているわけではなくて、タバコの販売もやられるとあの、いろんな新商品が出たりしますので、私、吸わないのでわからないですけれども、えー、なんですか、メンソールだとか、えー、そういったこう味の違いを生み出すようなものが。 添加されたりすするんですかねあのそういったものがいろんな商品によって違いがあるんだけれども、一つ一つ健康チェックされているわけでは、特にないっていうことなんですね。でこれ、最初に言いましたけれども、アメリカではその加熱式たばこの申請の承認、許可承認に対して、体内への有害物質が減ることが、健康リスクを低減させるということをこう明確に認められないということで、許可を下ろさなかったということだと思うんです。 で今日も午前中の参考人質疑の中であの、望月参考人もおっしゃっておりましたけれども、諸外国では未知のものに対して、予防原則の立場に立って、こういう判断をされてるんだと思うと、日本との大きな違いだと思うということもおっしゃっておられました。あのこれ、少なくともね、私、日本でも事前に調査、研究を行う必要があったんじゃないかと、加熱式バコについてね、どういうものなのかということを、調査、研究チェック、 これ、やっていく必要あるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。福福田局長福田局局長長、まあ、加熱式たばこについての研究につきましては、えー、まあの平成二十九年度におきましても、すでに、まあ、あの厚生科学研究費等におきまして、えー、まあそういった研究を。まああの 進めてきててきいいるところでございまして、まあ、あの委員ご指摘のように、加熱式たばこにつきまして、えー、まあ研究をしていくということにつきましては、今般の法案におきましても、えー、その国の役割として、えー、調査、研究を行うということ、えー、そして、まああの、なるべく早期に結論を出していくというようなことにつきましては、ご答弁を申し上げているところでございます竹田良介君。あの今、調査しているというようなニュアンスの話ありましたけど。 これはその例えば加熱式タバコの主流塩に含まれている主要な発がん性物質の含有量は、紙巻きタバコに比べれば少ないとか、じゃあ室内でのニコチン濃度はどうかといえば、紙巻きタバコより少ないとか、まあ、結局、まあ、そのぐらいの調査なわけですよね、実際上は。加熱式タバコそのものがどう健康被害を与える影響があるのか、その、えー、事業者のーデータということはもちろんあるけれども、これ事前に。 厚生労働省としても、把握しておく必要があるんじゃないかということを私、伺っておりまして、大臣、この点ででどううしょうか加藤大臣、まああの。今の仕組みの問題として、まずあの加熱式タバコ自体がタバコというカテゴリーになっているということなんだろうというふうに思いますが、その上で、えー、加熱式タバコの健康影響に関する調査研究については、あのこれまでも答弁をさせていただいておりますように、あのそれが、あ 身体等にどういう影響を及ぼしていくのか、えー、なんだっけ呼吸だっけ。えー 呼吸,器呼吸器疾患等については2、3年、がんとい応ては20年、30年と、こういう経過が必要となってまいりますんで、そういったことも踏まえながらです、ね、引き続き調査研究、これはまあ調査研究をするということも盛り込まれているわけでありますが、それをしっかり行い、またその結果に応じて、その必要な対応をその都度検討していきたいと、こういうふうに考えております武田良介君確かに諸外国、あの法体系違いますから。 日本の場合は加熱式たばこが、たばこ事業法がある関係で、入りやすくて入ってきたということがやっぱりあると思うんですねで、その中で諸外国ではやってる、えー、検討、それは日本では、今の日本の法律の枠組みではなかなかやられないということはあるかもしれないけれども、こういう加熱式たばこという新しいものが出てきてるわけですから、しっかりこの検討というのは行われても、行われてしかるべきだというふうに私は思います。 あの加熱式たばこですけれども、日本に主に、えー、今、これ、販売されているのは、えー、フィリップ・モリス社のアイコス、それからブリティッシュ・アメリカンのグロー、そして JT のプルームテックと、まあ、大きく3つあるというふうに承知をしております。でこの中で、今、アイコスが大きくあのシェアを持っているというふうに伺っておりまして、えー、グロー、プルームテックが続いているという状況だと。 いうふうふに伺っております JT 日本たばこ産業、あのプルームテックを販売している JT ですけれども、えー、今年の1月ですか、JT の社長に就任された寺畑氏が、ですね社長に就任したばかりの決算会見で、加熱式たばこでカテゴリーシェア40%を目指すということを目標に掲げたということを伝えられています。どんどんんこの 加熱タバコを売っていきたいということだと思うんです。で、あの、本会議の質問でも、私、触れましたけれども、はい、JT 日本たばこ産業は、東京都の条例、えー、について、国会での,その、えー、健康増進法、えー、改正案審議を注視し、国が定める取り組みを全国一律のルールとして、国と地方自治体が連携して推進することが望ましいと、する意見を公表して、こう案に規制を。 本法案の程度に押しとどめようというようなことを要望しているということですので、JT の立場というのは明らかだというふうに思いますわけです。それから、2016年11月の公開ヒアリングに行われていると思いますけれども、パチンコパチスロ業界の公益法人である日遊興から、加熱式たばこについて、 遊戯中の使用を可能とすることも選択肢として考えられるのではないか、適切に判断していくことをお願いしたいと、こういう発言があったということを承知しております。この提案も今回の法案にそのままつながるような提案であります。こうしたこの経過を見れば、JT が加熱式たばこをどんどん売りたい、日遊興が遊戯中の喫煙も認める方向でお願いしたい。 こういう要望を反映して、今回の法案が作られたんじゃないかというふうに思いますけれども、福田局長、いかがですか福田局長。児童喫,喫煙対策に関するあの関係団体のご意見につきましては、今お話ありましたけれども、まあ、一昨年は10月、それから11月に、まあ、政府の児童喫煙防止対策強化検討チームのとに、えー、設置をされましたワーキンググループで関係者に対します公開ヒアリング、これを実施をいたしました。 また、昨年9月におきましても、児童喫煙対策について、関係者からご意見を伺う機会を得たと、設けたというところでございます、これらの場でいただきました意見を踏まえつつ、望まない児童喫煙の防止を図る観点から、多数の社が利用する施設等につきまして、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除きまして、喫煙を禁止するとと,ともに、 当該施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定めるまあ本法律案をまとめて提出まとめ提出をさせていただいたところでございます。まあこうしたまあさまざまな立場の方のご意見を踏まえまして、まあ今回、えー、原則屋内は禁煙としつつ、飲食店とというような飲食店等につきましてはまあ一定の経過措置をまあ考慮したというものでございます。武田良介君。 あの私が言いたいのは、こういう法案、やっぱり考えるときに、国民の命、健康を守るっていう立場に立って、法案を作ってるのかどうかっていうことを、私はえ考えているわけであります。あの今日の午前中の参考人質疑の配布資料にもありました、FCTC の,のえー第5条3項の実施のためのガイドラインっていうのがえあります。でここにも原則1、2、3、4、出てきましたけれども、原則1。 たばこ産業と公衆衛生政策の間には、根本的かつ相入れない利害の対立が存在するという原則、二、まあ、つ目、三つ目にその透明性という問題が指摘されていますけれども、原則の四たばこ製品は死をもたらす危険があるため、たばこ産業がその事業を強し運営するための奨励策を認めるべきでないということも書かれております。 やっぱりこういう FCTC の指摘に、しっかりと今回の法案もですねしっかりと立場を取ったあの中身になるべきだということを私、感じましたし、国民の命、健康をしっかり守るという立場で、検討されるべきものだということを重ねて強調して質問を終わりたいと思います。